こんにちは、プチフルール園芸チャンネルの翔です。今回は初めてのコンテスト挑戦です。今回20周年の浜名湖花博を記念して浜松フラワーパークの方でコンテナガーデンコンテスト、寄せ植えのコンテストですね、が開催されます。今回はそのコンテストの方に挑戦していこうと思います。こういった寄せ植えのコンテストっていうのは実は1回も挑戦したことがなかったのでね、今回初挑戦ということで頑張っていこうと思います。初めてのねコンテスト挑戦ってようで結構、ビビってますけども、気合は十分で、頑張っていこうと思います。目指せグランプリ。プチフルール園芸チャンネル。はい、ということでね早速ね頑張っていこうと思います。今回のねコンテストは僕初めてそういうコンテストに出展するので、いつもね動画で作っている寄せ植えはちっちゃい寄せ植えばっかですけど、まあ、今回はねかなり特大サイズの寄せ植えを作っていこうと思います。まあ、ここまでね大きい寄せ植えは作る機会がねやっぱほとんどないので、このサイズはね僕は初めて作ります。実際のところ僕は、この仕事がね初めて寄せ植え自体も始めたので、寄せ植え歴は正直ね2年ぐらいしかないんですけど、十何年やってきたプチフルールのねノウハウがあって僕があるのでね、そのプチフルールのね歴史に恥じぬよう、もちろんグランプリというのは大きすぎる目標ではありますけど、それなりの結果を目指して頑張っていこうと思います。で実際ね今回使うのはなんでこのでっかい鉢、ちょっと持てないんで申し訳ないですけど、このでっかくて豪華でかっこいい鉢とこのお花たちをね使っていこうと思います。今回ね事前に出していた作品紹介みたいのがあって、そこでね一応テーマを出してたので、そのテーマに合わせて苗を選びました。今回選んだテーマはコールサマーってところで、まあ、夏をね呼び寄せるような涼しいな、ね、花たちを選んできました。実際こういう感じでね、メインはやっぱライムカラー、グリーンとかライムカラーで全体的にそういう色にしつつも、やっぱライムだけだとどうしても地味なあんまり目立たない色になっちゃいますので、そこにねホワイトの花だったりブルー系をね追加してます。かなりねちょうどいい色合いで組めたかなっていうふうに思いますので、早速頑張っていこうと思います。それでは寄せ植えどうぞ。はい、じゃあね早速作っていこうと思います。ちょっと緊張してます。で今回もねいつも通り後ろから使ってきますけど、このねラベンダーのちょっとシルバーなかっこいいラベンダーですね、レースラベンダーでもこういうのもあります。これがねかなり爽やかで決めてくれると思うの で今回ね色のテーマ的にかなりね爽やかなライムカラープラス水色ホワイトってところで本当に涼しげな寄せ植えを目指してますのでね、そういう風にできたらいいなって思ってます。で今回メインはねジニアですね。ジニアのクイーンってタイプですね。これ相当ねちょっとアンティークな感じでライムなんですけど、すごいねおしゃれで可愛いです。でこっちはちょっとピンクかかってるタイプですね。このピンクかかってるのとライム、こちらをねうまく組み合わせて使っていこうと思います。やっぱねこんだけでかい寄せ植えだとメインも一苗じゃインパクトが弱いですね。2苗使ってインパクトを出していこうと思います。じゃあ早速一番後ろのラベンダーからいきますかね。こいつからいきます。今回はね、ぜひ真似してみてくださいっていう感じの動画じゃないので、解説って感じはせずに、独り言がちょっと言っちゃうぐらいの感じでいこうと思います。で、そもそも土をまだ入れてなかったので、土を入れます。よいしょ。今回本当にでっかい鉢なんでね、土がいっぱい入ります。よいしょ。あ、一袋はいかんかったか。ふう。とりあえず入れてと。この子ですね、花見てこっち向きだな、高さ調整します。こういうコンテストって僕あんまりしばらくねこういうコンテスト的なものは経験してないんですけど、過去僕が経験したコンテストっていうのは小学校中学校の時に絵画教室に僕通ってたんですよ。絵画教室で通ってる時には地域のポスターを出してそれを評価してもらって、金賞とか銀賞とかそういうねやつですよね。ポスターコンテストみたいなやつはちっちゃい頃に結構出したことがあって、なんでそういうね賞を取り行くみたいなコンテストみたいのはねそれ以来になりますのでね、
かなり久々になります。でメルローね、ラベンダーですけど、これもね爽やかな香りすごいいいですから、ウイスターも楽しいですけど、これも今回かなり相性がいいなと思ってチョイスしました。今回後ろ結構壁にしたいから、こういう角度でいくか。メルローいいですよね。結構もう下側も口づかしてきちゃってますけど、まあいっぱい植えるんで関係ないです。とりあえず一回適当に入れて、後でねバランス見てちょっと考えようと思います。こういう四角いでかい鉢で植えるのって本当にないんでね、ちょっと緊張しますね。で次は、あとはパープルファウンテングラスとサリファンのぶどうのオーレアが後ろ側に入れるやつですね。とりあえず反対側にサリファンを入れようと思います。サリファンはね、僕かなりおすすめのお花ですね。宿根サルビアなんで丈夫ですけど、香りがねちょうどよくて、なんかあんまりねそこまで強い香りじゃないんですけど、かなり好きな香りで、ラベンダーよりも僕はこっちの匂いの方が好きです。でこれはね白とね水色が混じってるタイプなんで、めっちゃ爽やかで可愛いですね。この子は今回どうしても使いたいなっていうふうに思ってました。で先にパープルファンテングラスをばらしときますかね。これはわけわけしていろんなところに入れたいですので、で一番のねこのパープルファンテングラスの目的は、そのジニアの後ろが、後ろもライムで本体もライムってなると全然目立たないので、そのライムを目立たせるために今回このパープルファンテングラスを入れてます。でこういうのはねかなり丈夫なんで、もうバリバリ分けちゃっていいです。よいしょ。であとブドウも出しとこう。のブドウも出して、よいしょ。でこれはねこっち側に植えてかなり絡めていきたいんで、おっと引っかかってるぞ、怖い怖い。よいしょ。でこれがねちょうどいい感じにこっち側とこっち側で分かれてるんで、こっち側は自然に外出してこっち絡める感じでいくんで、こうした時に椅子にギュッて持って、これをこうやって絡めて、こっちをこういう感じでいこうかな。よし。よし、高めに行きたいからこんぐらいにするか。 いいじゃん。やっぱこのサリファンとオーレアのノブドウの相性がめっちゃいいんじゃないかなって僕は思いますね。基本ねこのメルローとサリファンはバランスちゃんととって、その上でブドウでちょっとねナチュラルに不規則な感じを与えていくって感じにしたいんでね、ここら辺のメルローとサリファンは左右対称な感じに行こうと思います。で後ろ大体こんなんなんで、ひとまず土入れちゃいます。今んとこかなりいい。とりあえず一回ジニア出しますね。よいしょ。でこういう感じ、こういう感じがちょうどねいいんですよね、バランスが。なんでこれがこうやって入ってくるんですけど、このままだとどうしてもやぼったいんで、こんな感じでいくか。ナチュラルにいろんなとこから出てくるようにしたいんですよね。よいしょ。こういう感じ。よいしょ。で、土足しときますね。はい、持って、はい、もうちょい高さ欲しい、こんぐらい。うん、ひとまずこんな感じかな。でもうちょっとねここファウンテングラスある程度見えてくるように調整して、ウォールやちょっと高くして、こっちはもっとガンガン上まで行ってほしいんでね。よし、ちょっとねこっちに
パープルファンテングラッシングがナチュラルに出てくる。あ、やべ。よし。こんな感じかな。よし。プチフルール園芸チャンネル。で今度ね、一番これですね。これはね、スワインソナホワイトっていうお花で、白いねお花が可愛いんですけど、結構ねひょろひょろってした感じ で葉っぱもねちょっと細長くて面白い。これがね今回の寄せ植えで一番重要なキーアイテム、キーフラワーキーですね。やっぱねこの色だけだとねすごいやぼったいんですよ。あんま可愛くなくて地味な感じなんですけど、これが入るだけで相当華やかになるんで、寄せ植えの一番のキーアイテムは間違いなくこの子になります。なんで今回はこちらはね2枚用意しました。この花すごいね可愛いんですよね。サイズ感とかね雰囲気がちょうど良くて、でこれをね、なんで今回このジニアたちの襟をね正すように、ね、配置していこうと思います。これで襟を正してあげることで、もう本当にその真ん中のジニアがちゃんと目立って可愛い素敵な寄せ植えになってくれるんですよね。そのはずです。こうで、これ長さもやっぱねはみ出しすぎちゃあんま可愛くないんで、絶妙な長さにすることが大事。このここに沿わせる。よし。あと手前側の前にこのシルバーリーフのオレアリアアフィン、これがねすごいクールで可愛いんですけど、これなんかいい感じに入れたいですね。はい。でこれも分けます。これグレゴマのレッドステム、風の色味がねちょうど今回の寄せ植えにマッチしてるなと思って選びました。これはね手前にタラッと垂らしてあげようと思ってます。でこれは、ヘリオストロープのライムですね。まあライムなんで今回のテーマに合うライム、なおかつこのピンクの花がね今回ピンクあんまり入れてないので、少しでも可愛くしたいのでピンクバナのヘリオストロープを入れようと思います。手前側やっぱ重要ですからね。で今回はペチュニアも使います。このペチュニアのスターチュニア、スターフィッシュ、かなり涼しげなペチュニアなので、やっぱこれはねかなり序盤から使いたいなという候補に上ってたペチュニアになります。なので右側がこいつ一歩ドンで、左側はこいつとこいつをうまいことこうなんかいい感じにしてあげるって感じにしたいんですよね。で隙間にこの形をいい感じに入れとくと。こんぐらいかな。で、あと最後こっちですね。にこの子をこういう感じにしといて、よいしょ。ちょっと高くしていくか。こんぐらいかな。左右合わせたいんでね。とりあえずこれで植えちゃって、よし。で最後グレコマちゃん、よし、こんな感じだな。プチフルール園芸チャンネル。さてかなりねいい感じに植えれました。いいね、やっぱスワインソナがいい。このスワインソナとライムカラーの相性がめちゃくちゃ抜群だということが今回分かりました。土入れますか。ペチュニアもいっぱい咲いてるといいな。やっぱ1週間後なのでね、まあその時どうかって感じではあるんですけど、日頃の行いも大事だと思いますね。でこの子をどう絡ませてあげるか。
チフルール園芸チャンネル。はい、今日が6月4日っていうところで、もうねコンテストの結果の方は発表されました。とってもね可愛い寄せ植えができましたのでね、設置をしてきました。寄せ植え自体はねかなり、爽やかな感じに仕上げられて、いい出来になったのかなっていうふうに思ってます。緑のジュニアとか、ライムカラーのねお花の中で白い小花がねいい感じに散らばっていて、爽やかだけど鮮やかっていう雰囲気に、ね、なったのかなっていうふうに思ってます。後日ねもう少しねボリュームを足そうってところで、後ろ側にねジギタリスを2色ですね、白とピンクのジギタリスを追加して、左側の脇にロータスブリムストーンを追加してね、少しだけボリュームアップさせましたっていうところでね、実際に寄せ植えを作った時よりもよりねいい感じな状態で、出品することができたのかなっていうふうに思います。で結果ですね、今回のコンテストで賞が取れたのかということですが、結果は残念ながら受賞ならずということでした。残念、やっぱりねそんなに簡単じゃありませんでした。やっぱりねコンテストってところで、僕もねかなり気合い入れて寄せ植えを作ったつもりではあったんですけど、他の方はねやっぱりもっと気合い入った寄せ植えがたくさんあって、その寄せ植え自体もねもちろんかなりボリュームあってインパクトのある素敵な寄せ植えも多かったですし、その周りのね装飾とかもかなり凝ってたり、寄せ植えを引き立たせたり、世界観があるようなねそういう感じになっていて、やっぱりねここまで力を入れなきゃいけないんだなっていうのをね実感しました。また挑戦できる機会があれば、寄せ植え自体も自分らしい寄せ植えの中でもグレードアップさせて、他のね装飾だったり雰囲気作りとかっていうのをねより良くして、次は受賞を狙えるように挑戦していきたいなっていうふうに思います。ただ受賞はね逃してしまったんですけど、自分的にはねかなりいい出来の自信作ができたんじゃないかなっていうふうにはね思ってますので、今週の日曜日6月の9日まで、浜松フラワーパークの方では展示されています。もし浜松の方に来る機会がございましたら、ぜひねフラワーパークの方に私のね作った寄せ植え見に行ってみてください。もちろん他の寄せ植えも本当に私も見てきましたけども、グレードのね高い豪華な寄せ植えがいっぱいありますのでね、ぜひね見に行ってもらうといいかと思います。あとまあそのコンテストとは関係ないところで、フラワーパークの方はね花勝負とかアジサイもかなり綺麗な感じで咲いてたので、自分がね撮った花勝負の写真をちょっと載せようかと思いますけども、そういう感じでフラワーパーク自体ねまだまだ楽しめるところになってますので、ぜひね今週末までにねフラワーパーク行ってみてはいかがでしょうか。最後にプチフルールの他に出品した袋井店の店長と社長のね寄せ植えの方を紹介して終わろうと思います。店長の寄せ植えはね人気投票第2位というすごい結果を残してましたので、そちらの方もねぜひ見ていってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。